私でさえ今年したのです。ああ、怖かった。よしよし、もう大丈夫です。二人ともやるしかない。おい、イルコ、あの女の喉笛を噛み砕け。おい、こら。怖い。もう大丈夫ですってば。いや、これ以上アーニャさんをほったらかしにしてはダメですよ。やる。テロリストと爆弾ワンちゃん？ないですね。この犬さん、アーニャのこと助けてくれた。アーニャ勝手にお外出てごめんなさい。とにかくこのことを早く警察に通報しないと。一人はここで気を失っています。いえ、私は通りすがりの人妻です。お前また未来見てる。